皆さんこんにちは。これからグリーングリーンを使ったご家庭で簡単にできるオリジナルレシピをご紹介します。グリーングリーンの魅力は無農薬有機栽培の国産大麦若葉とその製法、完全非加熱の活性保存製法、酵素とビタミンを壊すことなく作られているので、お肌やそして体にとっても優しい酵素をたっぷりと吸収することができるんです。今大人気のコールドプレスジュースと組み合わせることで、内側からデトックスができるようなデトックスレシピをご紹介します。まずはキウイ1個、そしてキュウリが1/3本、そしてセロリ太い茎の方を5センチほどカットしています。ここにココナッツウォーター 100cc、 そしてグリーングリーンを今回2本ご用意しています。それでは早速作っていきましょう。今回はスロージューサーを使います。このまま皮ごとキウイは入れても大丈夫なので、そのまま入れていっちゃいます。セロリとキュウリも入れていきます。ご家庭にスロージューサーがあると、あっという間にコールドプレスジュースを作ることができます。スロージューサーがご自宅にない方は、すりおろし器、古式でも代用することができます。さあ、それではこのサウンドシェイカーにココナッツジュースを 100cc、 お好みで氷、グリーングリーンを2本入れます。あとは混ぜるだけです。あっという間に完成です。